皆さんこんにちは、キスケです。本日は、4周年が終了したということで、ここいらで最強キャラトップ10をちょっと決めていこうかなと思います。10位から1位まで順位を決めていこうっていう形になるんですけど、前回のランキング動画から結構変わってる点があります。っていうのも、まず前回のランキングはそもそもリミテッドとウルトラ限定のランキングだったんですけど、今回は全てのキャラクターの中で、トップ10を決めていくという形になります。だから前回と結構変わってる点もあって、まずそもそも順位が変わってるっていう ところもありますし、こっちの方が強いんじゃないかなっていう、キャラクターも上に上げたりとかで、あとは、視聴者のコメント欄とかも参考にしながら、声がでかいやつ、このキャラクターはもうちょい上なんじゃないかみたいな、そういうコメントも参考にしながら決めたので、かなり信憑性のあるランキングになるんじゃないかなと思います。ということで早速第10位から見ていこうかなと思います。第10位はこのキャラクターです。レジェンズリミテッドパーフェクトセルになります。このキャラクター採用した理由は、単純にユニークフラグメントによって、そもそも強かった能力がさらに強化されたっていうところですよね。最近のリミテッドのユニークフラグメントを見てみると、その環境では戦えないけどユニフラのおかげで無理やり戦えるようにしますよっていう強化の方向性だったんですけど、このセルに関してはほんまに弱点一つぐらいしかなかったんですよね。そのユニークゲージの溜まる速度がベラボーに遅いと。それ以外はほんまに破格の性能で、ユニークゲージ溜まってしまえば余ダメージめちゃくちゃ乗るし、そもそもユニークゲージ溜まってなくてもそこそこの火力もあったし、で復活阻害も強いし、言うことはなかったんですよ。ユニークゲージ溜まる速度以外はで、ちゃんとその弱点を補ってくれたっていう、強かったキャラがさらに強くなったっていう考えなので、僕の中ではね。で、結構このキャラクターいろんなパーティーに採用することができて、最近で言うと赤紫染めパーティーとかで、強大な敵パーティーとか、いろんなパーティーに出張できるというキャラクターなんで、そこそこ汎用性も高いのかなと、思います。ということで、第10位はリミテッドのパーフェクトセルとなります。それではお次第9位見ていきましょう。こちらタピオンになります。このキャラクターは4周年に追加された、キャラクターの中でもかなりインパクトに残るような、性能なんじゃないかなとは思うんですけど、個人的には、援護タイプの中でもマジで最強だと思います。やっぱりしっかりダメージ出してくれるじゃないですか。こいつ自身も自分自身もしっかり殴れる、プラス、控えに戻れば味方の余ダメージも上げてくれる、プラスアーツも引いてくれると。で、特殊アーツで特殊カバチェン無効にしながら、ドロー速度2段階アップでガンガンコンボも取れると、かなり言うことない性能をしてると、思います。で、メインアビリティで体力回復もあるでしょ。マジで言うことないよね。で、こいつの一番の特徴、やられた時にヒルデガーンが登場すると。これがね、他の援護タイプとは違ってかなり強い点になります。やっぱりね、タピオンが入ってるパーティーと当たると、紫とかでライジング打てなくなっちゃうんですよね。ヒルデガーンの火力が高すぎて。なのでその辺でも若干の、遅延もできるし、でやられてもちゃんとダメージを出して、仕事を全うして倒されてくれるということなんで、かなり強いキャラクターになってるんじゃないかなと思います。で、リーダー枠の機能のおかげで、いろんなパーティーにも出張できるし、特に言うことないぐらい、なんか完璧な援護タイプキャラクターなんじゃないかなとは思いますね。さらに強くするって考えると、その控えに戻った時に気力を回復してくれるとか、もうほんまにそれぐらいで、かなり最強の援護タイプになるんじゃないかなとは思うんですけど、個人的にはすごい好きな、性能をしてるなって感じます。やっぱ自分自身が殴れる援護タイプっていうのが
一番いいよね一番いいんじゃないかなって思います。ということで第9位タピオンでした。お次のキャラクター第8位見ていきましょう。こちらレジェンズリミテッドゴジータ4になります。まあこのキャラクターも専用ユニークフラグメントでだいぶ、強化されたキャラクターにはなるんですけども、かなり強いよね今。やっぱ特殊カバチェンがすごく強くて、最近のキャラクターがねほんまにコンボつなげるようなキャラクターがめちゃくちゃ多くて、特にウルトラベジットとかさ、ウルトラ海洋拳、まあ、身勝手もドロソク、ウルトラゴジータもドロソク、すごいコンボつながるわけですよ。なんかメインでアーツドロー、特殊でアーツドローみたいな感じでね。でそういうキャラクターをしっかりと、止めてくれる、かつこいつ防御タイプなんでかなりカチカチの、ステータスはあるんですよね。まあ、だから盾役としてしっかり機能してくれるっていう点ではかなり優秀なんじゃないかなって思います。プラスこいつ自身の火力も特に悪くないと、まあ、タピオンみたいな感じの考え方ですよ。防御タイプでしっかり受けれるけど、こいつ自身でも殴っていけるよねっていう。で殴っていく性能面に関してもかなり強くて、やっぱ特殊技の手札空きプラス特殊カバチェン無効、必殺技から必殺技ドロー、メインアビリティの振り属性無効、かつ救急カーズの踏ん張り無効、で射撃アーマーかなり優秀ですよね。まあ、この辺も相まって、まあ、最近 PVP でめちゃくちゃ当たるんですけど、ウルトラベジット、ウルトラゴジータ、ゴジータ4っていう並びがねかなり流行ってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあそういう流行り面とか、うん、性能面で考えると、まあ第8位にふさわしいキャラクターなんじゃないかなと思います。まあ、合体戦士環境なんで、うん、もうちょい上でも良かったかなとは思うんですけど、まあでもさらに上には強いキャラクターがいるんでね、はい、まあ、第8位という形にさせていただきます。ということでお次第7位見ていきましょう。こちらレジェンズリミテッド悟空ベジータになります。まあ、第7位ですね。まあ、正直なこと言うと7位と8位の順位はちょっと悩みましたね。うん、ゴジータ4が7位で極ベジが8位でも良かったのかなとは思うんですけど、その辺は、うん、好みかな。うん、ビビたる差だと思ってください。ただまあこいつはタッグキャラクターなんで2色殴っていけるっていうのがほんまに優秀なんじゃないかなって思います。緑はもちろん、他何色だ、黄色も殴っていけると、うん、で黄色殴れる点ではウルトラベジットに対して火力を稼げるっていう点がすごく賢くて、でなんなら緑も殴っていけるんでゴジータ4も殴っていけるでしょう。まあ、だから実際のところ合体戦士に対してすごい有効的なキャラクターって悟空ベジータなんじゃないかなって思うんですよね。うん、まあ、もちろん合体戦士パーティーにもいろいろあって、身勝手ウルゴジウルベジみたいな形で戦ってくる人もいるとは思うんですけど、まあ、そういう人に関してはベジータにしときゃね殴っていけるし、ゴジータ4を出してくんやったら悟空に帰りゃいいし、普通に強いと思うんだよな。その最近紫染めパーティーをさ見ないでしょ PVP で。まあ、だから、必然的にそのプレイヤーの評価が下がるっていうのはわかるんですけど、まあ、冷静に考えてみるとやっぱ2色殴れるっていう点も強いし、で PVP で流行ってるキャラクターに対して2色で殴れるっていうのが個人的にはすごく評価できる点なのかなって思います。でこいつ自身2色殴れる以外にも普通に強いんで、必殺アーツのバニシング回復であったりとか、特殊アーツの手札空きで、ベジータに関しては特殊カバチェン無効になるし、で体力回復量もかなり多いんで、まあ、その点踏まえると、まあ、第7位に、順位が来るのかなと思います。ということで第7位悟空ベジータでした。第6位見ていきましょう。こちらウルトラ海洋拳ブルー悟空が第6位という形にさせていただきます。まあ、かなりね前世紀を考えると順位は下がりましたね。まあ一時はウルトラゴジータより強いんじゃねえかっていうね、そういう環境もあったんですけども、まあ、最近ではやっぱり同じ色同じサイヤ人にウルトラベジットが追加されたんで、まあ、どうしても評価が下がってしまうっていうのはうん、しょうがないのかなとは思うんですけども、まあ、やっぱりこいつ自身の強みっていうのがコンボ力と打撃封印
この2つがね、ほんまにこいつの強みだと思います。場に出るだけで打撃封印、まあ、それによってコンボが途切れてしまったりとか、これ以上攻撃できないとか、まあ、そういうことにも陥ってしまうし、でユニークゲージ溜まる速度も異常に速いですよね。普通に気力稼いで3アーツ分ぐらい打てばもう特殊アーツ引っ張ってきて、でその特殊アーツ使って気力回復しながらアーツを引いてコンボにつなげていくっていう、ほんまに長くて、個人的にはねかなり嫌いな、キャラクターになります。ただ最近は PVP であんまり見ないですよね。あんまり見ないけど、やっぱり当たった時はかなり脅威に感じるし、かなり強い部類の、キャラクターになるんじゃないかなって思います。やっぱねガシャさんのウルトラキャラクターはね、みんな知ってるとは思うけど破格よ破格ですわ。はい、ということで第6位ウルトラ海洋拳ブルー悟空でした。お次第5位見ていきましょう。こちらレジェンズリミテッド龍拳悟空3になります。前回は第4位ぐらいにいたのかな。まあそれでもトップ5には入ってるんですけど、今回は第5位に、龍拳悟空を置いたという形になります。やっぱね特殊カバチェン2回無効が強いわ。でユニークゲージを貯めてしまえばもう全キャラ中の中でもトップクラスの、強さを誇るんですけども、やっぱね、ユニークゲージの貯まる速度がやっぱちょっと遅いよね。ただ早くしてほしいとは思わないんですよ早くしてしまうととんでもないことになってしまうなっていうのはわかるんで、個人的には今の、状態で、まあ、バランスは取れてんのかなとは思うんですけどね。はい、ただ試合後半、まあ、うまくいけば中盤あたりにはユニークゲージが溜まってくれるんで、交代禁止の必殺圧で落としたりとか、メインでマリシング奪って究極圧で落としたりとか、かなり強い、かなり強いと思います。で特殊圧で体力回復して自給自足もできるし、まあ、ユニークゲージを貯めるまでどうやって立ち回るかっていうところが、まあ、結構大事になってくるキャラクターなのかなとは思うんですけど、まあ強いよね。でも緑がね今強いわ。その紫で強いキャラクターっていうのがあまり PVP で流行ってないっていうのもあって、その緑の通りがすごくいいんですよね。もう最近はほんまに身勝手の赤、ウルベジの黄色、ウルゴジの青で、ゴジータ4龍拳あたりの緑、その辺が流行ってるせいで緑あんま見ないんですよね。でそういうのも相まってやっぱ特殊カバチェン向こうでガンガン殴っていけるこいつっていうのはかなり PVP 的にも重宝するんじゃないかなと思います。まあユニークゲージ貯めてしまえば最強クラスのキャラクターになるんでね、貯めなくても強いのに貯めてしまえばもう無双状態ですよ。まあ、そんなキャラクターが第5位という形になります。ではお次第4位見ていきましょう。こちらレジェンズリミテッド身勝手の極意極みになります。前回のランキングでは確かね龍拳の方が上だったんですよね。だからまあ今回は、身勝手を4位にさせていただきます。まあ、もちろんビビたらさやし色も違うし、まあ、比べるのは結構難しいとは思うんですけど、今回は4位が身勝手の極みという形になります。やっぱね強い。何が強いかっていうと時間稼ぎがとにかく強いっていうのと、攻めれないよね相手からすると。ただこっちからはわりかし簡単に攻めることができるんで、まあ、そこが個人的にはかなり強い点かなって思います。で火力が高い、とにかく火力が高いキャラクターだと、個人的に思って、まあ自動カウンターがある代わりにやっぱ防御ステータスで考えると、まあ、そこまで高くないんですよね。他のキャラクターと比べると、まあ、特にウルトラゴジータとかも流行ってるんでみるみる体力は減っていくんやけど、やっぱ一発当てるまでがすごく長いキャラクターっていうのは当然強いですよ。でもう身勝手が実装されてから結構経ちましたよね。4周年の初っ端に実装されたキャラクターなんで、みんな動かし方とかも分かってきてるんですよね。でもちろんその逆もあって対処の仕方っていうのも
まあ、大体分かってきてるとは思うんですけど、それでも強いって感じるってことは、やっぱ自動カウンターは、脅威なのかなって思います。でそれだけじゃなくて、ゴジータ4の時にも説明した通り、特殊カバチェンがやっぱ優秀ですよ。今のそのコンボがつながる環境で考えると、まあ2回だけですけど、しっかりとコンボを途切れさせてくれるっていう点は、かなりポジティブに捉えられる能力なのかなって思います。時間も稼げるし、自分から攻める起点にもできるし、コンボも止めれるし、火力もあるし、もう特に言うことないんじゃない。耐久ぐらいっていう感じのキャラクターですね。はい。まあ、リーダー枠のおかげでいろんなパーティーのリーダー枠に身勝手を採用してる人多いと思うんですけど、多分それが正解だと思います、今の PVP で戦うにはね。ということで第4位、身勝手の極みでした。ではお次、トップ3、第3位見ていきましょう。こちら、ウルトラスーパーゴジータになります。はい、トップ3の第3位、ウルトラスーパーゴジータがランクインという形になります。まあやっぱね、その相対的に上がったっていう印象かな。まあ、元々強いのは当然知ってるし、破格の性能っていうのは理解してるんやけど、ウルトラベジットが追加されたことによってさらに強くなった。やれることが、まあ、結構分かれてるよね。お互い火力は出せるのはもちろん、こっちは手札吐きで使ったりとかで、中盤後半あたりに交代禁止でしっかり落とし切ったりとか、アーマーで突っ込んだりとか、まあ、そういう使い方もできますし、やっぱブルーがいいね。青色っていうのも結構いいんじゃないかなって思います。身勝手がすごい流行ってる環境なんで、まあ、その身勝手に、ウルトラゴジータで触ってあげれば、そのまま溶かし尽くせる火力も持ってるし、やっぱね、合体戦士ゲーですよ今の PVP は。合体戦士使っておけばとりあえずは問題ないんじゃないかなって思うぐらい、やっぱ強力な、キャラクターだと思います。交代禁止がやっぱ強い。で、フリー属性無効が強い。もう味方一体落ちてからのパワーって考えると、まあほんまに1位にしてもおかしくないんじゃないかなっていう、それぐらい拮抗してますね。上3体はかなり優秀なキャラクターなんじゃないかなと思います。ということで第3位、ウルトラスーパーゴジータでした。お次は第2位見ていきましょう。こちら、レジェンズリミテッド17号&18号になります。ここでウルトラキャラクターを差し置いて、レジェンズリミテッドが登場するわけなんですけども、まあ極ベジの時に言った通り、やっぱ2色殴れるっていうのはシンプルに強いと思います。でベジットキラーですよね。赤色かつ踏ん張り無効でコンボ火力もあるし、まあ今流行ってるパーティーに対してかなり優秀に戦えるっていうのはメリットなんじゃないかなって思います。まあ、ベジットにもダメージ通るし、ウルトラゴジータにもダメージ通るし、優秀ですよね。はい。まあ、悟空ベジータ以上の環境キラーになり得る、キャラクターなんじゃないかなとは思います。ただこのキャラクターに関してはもう散々強い言ってきたからさ特に言うことはないんですけど、まあ、特に個人的に嫌だなって思うのは、やっぱ17号の特殊圧やね。その遠距離からかぶせることもできるし、タックル回避で特殊圧当てたらそのままコンボですよみたいな、ワンコンライジングうますぎみたいな、そういうコンボ力もあるし、そこが個人的には特に強い点なのかなとは思います。まあ踏ん張りキャラクターの価値を下げた、キャラクターでもあるんで、まあ今の PVP で考えると第2位に食い込んでおかしくないレベルなんじゃないかなと思います。ということで第2位、レジェンズリミテッド17号18号でした。最後、栄えある第1位に輝いたキャラクターを見ていきましょう。こちらです。よっしゃー、そしてこいつがスーパーベジット。俺を倒して証明してみな、お前の強さを。さあ、
栄えある第1位に輝いたキャラクターはウルトラスーパーベジットになります。さすが4周年最後を飾ったキャラクターになりますね。もうめちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強い。まあただ性能に関して言うと、その結構ね、今まで紹介してきたキャラクターと似てるんですよね。例えば相手の攻撃をしっかり受けれるだけの耐久力、まあ、ゴジータ4と、まあ、似たような感じもあるし、まあ、タックル回避からつながったり遠距離でかぶせることができる、まあ、特殊アーツを持っていたりとかで、アーツ使うたびにドロ速上がってくれるんで、まあ、デフォルトでドロ速2段階ついてるようなもんなんですよねこいつって。まあ、その点踏まえてもやっぱりコンボ力もあるし、で決定力もあるよね。やっぱバニシン回復しながら、究極アーツで踏ん張り向こうを使いながら落とし切ったりとか、まあいろんなキャラクターの強いところを、まあ、つまんでる。しかも高水準でつまんでるがゆえに、かなり強いキャラクターに仕上がってるんじゃないかなって思います。で弱いとこないんだよな、ほんまに。しっかり打撃に対する特殊カバチェンも持ってるし、耐久力も防御タイプなんであるし、火力に関してはウルトラアビリティとかね、持ち前の 110% アップの余ダメアップのユニークアビリティがあったりとか、火力に関しても申し分ないと。で必殺アーツとかにも、アーマーついてるし、で、打撃アーツにカウンターがついてると相手の攻撃の手を止めながらこっちが攻めれる、かつ火力もあるしバニシング回復もあるし、ほんまにやりたい放題のキャラクターなんじゃないかなって個人的には思います。うん。ただまあそのウルトラゴジータとかとは違って、その手札を全て破棄するようなめちゃくちゃ強い必殺アーツみたいな、そういうのはないんすよね。そういうのはないんやけど、やっぱユニークアビリティ、まあ一個一個のアーツがほんまに高水準なんで、まあ最強でしょっていう、うん、感じです。で個人的に気に入ってるところがあって、その特殊アーツの不利属性無効、これが個人的にはすごく使いやすい。で5カウントでしょ、結構長いよね。それがまあ今の身勝手が流行ってる環境ですごく役に立つというか、うん、コンボの途中にね、まあ、特殊カバチェン出てくるんじゃないかっていうタイミングで特殊アーツぶっぱして不利属性無効やからそのまま身勝手殴っていけるよみたいなシーンがすごく多いんで、そういう点も環境にマッチしてんのかなって思います。強いマジで強いと思います。まあ、こいつ当てるために僕は時の結晶5万8000個ぐらい溶かしたんですけど、その価値はあるぐらい、強いんじゃないかなって思います。バニシング回復もあるし、何がないんだっていうレベルですよね。カウンターも持ってるしっていう形になります。栄えある第1位チャンピオンに輝いたのはウルトラスーパーベジットという形になりました。ということでいかがだったでしょうか。今回はね、1位から10位まで、まあ、順位付けとして、キャラクターを紹介したんですけども、まあ、皆さんの意見をコメント欄にどんどん書いていっていただければなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。